皆さんこんにちはワールドラバーマーケットのやすんです今回のテーマはこちらになりますダブルスのレシーブで特に効果を出す方法っていうのを少し考えてみましたで、ダブルスが特に上手な人っていうのは、まあ、そのレシーブの時にどうやっているのかとかどんなことを必要としているのかっていうことを簡単に紐解いてみました この動画を元に練習してもらったら、まそのダブルスのレシーブっていうところでは、まあ間違いないレシーブができるかなと思いますので、ぜひ最後まで話を聞いてください。はい、それでは早速ですね、そのダブルスのレシーブで必要なこと三つですね、挙げていきたいと思います。まず一つ目は、そのレシーブのモーションについてですね。ダブルスが上手な人はモーションがすごく分かりにくいんですよ。 まあその難しい逆モーションをしているとかではなくてまあ同一モーション要は同じ入り方をしてパッと送ったりとかっていうことですね、えー、をやってます例えば全部こういう入り方をしてそこからストップそこからつつきそこから流しっていうような打球するまでどういう打ち方をしたか読ませないテクニックがすごいんですね。 そのまま入った姿勢から行くっていうような感じですね。そういう感じでやってもらう。で実際にダブルスが上手な人っていうのは、まあ、そう、すごい逆モーションが上手な方もいるんですけど、実は少数派なんですよね。その相手に読ませないスキルが強いから、シンプルな技術が特に効いてくるっていう特徴があります。なので、一、えー、つのモーション、もしくはノーモーションから、いろんな技術ができるように練習すること。これがすごく大切になってきます。 はい、え次に二つ目のポイントですね。二つ目は技術のその種類よりも精度を磨きましょうということですね。え結構相談を受けるのが、えー、自分ができるレシーブはストップと突ツきツとフリックとナックルのフリックと流しとチキータとみたいないろんな技術をすごい欲張って練習しちゃう方結構いるんですよね。でも上手な人はそうではなくて。 あのまず一つ一つのの技術の精度の方を大事にするんでする、ね、で当然ですよねいろんなことができると思っていても確率が低かったり浮きやすかったらあんまり意味ないですよ、ね、まずは少ないレシーブの種類例えばストップとツッツキと流しだけって3種類だったとしてもそれぞれがめちゃくちゃ抜群に精度が高ければ相手になかなか打たれないと思いますしむしろいろんなことができるよりもそちらの方が大切な ポイントになるのかなと思うので、必ず意識して練習してみてください。きっちりコースがつけるとか、きっちり止められるとか、思い通りコントロールできるようにするっていうことですね。はい。 はい、3つ目のポイントはまず技術的なポイントではないんですけど練習のポイントですね練習のポイントを説明していきたいと思います。ちゃんと練習しないとやっぱりできるようになれないと思うので、あのー、ここを実はすごく大事にしてください。はい、でどうやって練習すればいいかっていうとま単純にダブルスのサーブ出してもらってレシーブすればいいんですけど、えー、絶対意識してほしいことは当たった瞬間ですねインパクトの瞬間の 感覚を必ず意識してください。まあ、その。毎回的確なコントロールをするためには、ボールに合わせて。自分の思い通りに感覚を出すっていうことですね。これがなかなか、その打って飛んでいったボールを見て、あ,あ、成功したなっていうような判断をしていると。実はあんまり、こういうレシーブとかみたいな繊細な技術って、うまくならないんですよね。なので、もなんならですね。 インパクトパンって当たった瞬間にあっこれは止まるなとかこれはちょっと長くなるなとかあっこれ切れたなとかそういうことが瞬間的に相手のコートに入る前に判断できるぐらい感覚を強く磨くっていうことですねそうすることでやっぱりレシーブのそこを意識し続けることでそのレシーブの,その感覚めちゃくちゃ良くなってくると思います。まあ、あのまあ参考まででなんですけど私が そう大切な試合前とかにどのぐらいそういう感覚を意識して感覚を研ぎ澄ますためのレシーブ練習をするかっていうとやる時はですねそのぐらいやっていると感覚がめっちゃ研ぎ澄まされてあのミスなくいいレシーブっていうのができるようになるのかなと思いますのでえ少し参考にしてみてください。 はいえー、というわけで今回ダブルスのレシーブで必要なことっていうのをちょっとお話しさせていただいたんですけどやっぱりその試合の半分はレシーブから始まるのでここでいかに先手を取ったり相手に好きなことをやらせないようにするかっていうのめちゃくちゃ大切だと思うのでダブルスが得意になるために切っても切り離せないレシーブっていうことなので是非参考にしてみてください。ありがとうございました